チェケラッチョ詐欺師久保でございます。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。吉谷さんがね、自分のアカウントを、汚すってことができるのは素晴らしいなと思いますけども、何を隠そう、私もですね、久保哲郎は詐欺師っていう動画とかホームページを自分でいくつか作ってるんですよ。だから結構ね、久保哲郎で検索すると YouTube だろうが Google だろうがなんかね、叩いてるところが出ると思うんですけども、私が自分で叩いてますね。以前なんですけども、本当にね、私のことを叩く人が出てきたんですよ。で、検索の上位に上るんで、その10倍、50倍ぐらい私はエントリーを作ってね、その私を叩いてる人のエントリーをぐーっと下に下げて、上位3ページぐらいまで私自身が作った、私をディスるね、エントリーにした覚えがあります。エントリーっていうのは、ブログの記事のことなんですけどね、そういう風にして、アンチを埋め尽くすというね、もっとアンチだぜみたいなね、俺はもっと悪いやつだぜって、久保哲郎はどうしようもないやつだぜって自分で書いてるというね、そういうふうなことも私もできますね。吉田さんとはそういうところまで気が合うなと思います。で、それがね、デメリットになる場合が結構あるんで、私はお勧めしないんですよ。例えばね、最近公庫に行ったんですよ。住宅政策金融公庫ですよね、昔でいう。あそこに行って、私のね、審査をしてもらったんですけども、その方がね、私の名前で検索したらしくって、久保さんって逮捕されたことがあるんです、久保さんって破産したことがあるんです、久保さんって借金まみれなんですとかね、そういう風に聞いてくるんですよ。逮捕されたのはされたんですけども、無罪放免で、最初から根拠のない逮捕だったんでね、それは全然違いますよっていうお話をしました。破産も私はしたことありませんと。破産したらどうなるって話は結構してますということなんですよね。で、借金があったのも昔の話ですと、今は全然ありませんっていうふうに、誤解を解いて、言ったわけなんですけども、信用情報にね、結構傷がつく場合がありますので、これで聞いてもらえればいいんですけども、聞かれないまんま、あ、この人はこういう人なんだって思われたら、いやいや、それ自分で書いてる自作自演の自己ディスりですよっていうね、そういう弁明のチャンスがないと、本当勘違いされたまま言っちゃうんで、使い方ですよね。で、私のね、動画にもコメント欄ってあるわけじゃないですか。ちょっと話変わりますけども、私の動画のコメント欄は開けてるんですよ。グッドもバッドもつけれるし、コメントも書けれるんですよね。で、その中でね、やっぱ私を攻撃してくる方っているんですよ。たまに出てきてしばらくいて、で、いつの間にかいなくなるんですけども、やっぱ私はね、自分が 100% 正しいなんて思ってないんですよ。ただ私がやってきた結果は自分の思い通りになっていることが多かったです。これからやることは正しいかどうか分かりませんけども、今までやってきたことは結構良かったなってことばかりなんですよ。すごい不思議ですけどね。私は確信なく始めて、で、これで良かったというね、そこそこ目標を達成することを、自分の過去にずっと積み上げてきてるかなってことなんですよ。で、何が言いたいかっていうと、私に対してね、いろんな意見向けてくださるのはいいんですけども、一意見なんですよ、それも。ですから、ありがたく頂戴するんですけども、その一意見に対して、論争を吹っかけることはないですよね。あなたはそう思うのは尊重します。私は自分のことをこう思ってます。平行線かもしれないけども、別に私がね、思ってることをあなたも思ってくださいってお願いするつもりはないんですよ。100人十色ですからね。10人十色か。ですんでね、違う意見があることをお互いに認め合うことが、自由な社会なんではないかなと思うんですよ。必ずしもね、同じ意見に合わせる必要はないですし、世の中が一つの意見になったら、それはそれで怖いですからね。やっぱり10人いたら10個の意見があると、たまたま自分が思ってることが他の人と思ってることとイコールになることはありますけども、それも世の常というかな、そういうことですかね。で、子供の教育についてちょっとね、吉田さんが言われてましたけども、私の場合はね、励ましとか叱咤激励とかっていうのは多分あんまりしないんですよ。社員に対してもしてなかったですし、今奥さんに対してもあんまりね、自分の過去を誇るようなこととか指導がましいことは全くしないんですよ。軽くけなすことがね、あるぐらいなんですけどね。それは冗談マジで愛情込めてなんですけども。で、その中で、おそらくですね、私がね、人を育てるときに一番多く言ってる言葉っていうのは、もうほんと決まってるんですよ。俺みたいになるなってことなんですよ。俺は誰にも雇ってもらえないようなバカ野郎だぞと。ただ金稼ぎしかできない、ほんとバカだぞと。それでいいのかって言うんですよ。本当にそれだけです。本当にね、今ね、私は自由に暮らしてますけども、それを取ったら、もうどこに行っても使えない人間ですよ。私がサラリーマンできると思います？無理ですね。私が店舗経営できると思います？20店舗以上やって全然ダメでした。会社経営できると思います？部下の育成教育できると思います？全くできないです。ただし塾生さんを指導して導くことはできます。社員に指導は私はちょっとできませんでした。塾生に対してならいくらでもね、誘導することとか
自信をつけさすこととか結果を出させることができます。だからね、私みたいになると非常にね、自分自身の扱いに苦労することになるんで、私になりたいと思わない方がいいかなというふうにね、子供には伝えようかと思いますね。お前はお前の人生を行けと、お父さんのダメなところをよくよく見ておけって、そうなるなよって感じですよね。で、まあ一言言うなら、自由があればもう何もいらないっていうのは、まあ教えていくことはできるかなと思うんですよ。全てのものがあっても、不自由ってものが人生のど真ん中を貫いてると、それはね、非常に苦しい日々になってしまうんですよ。で、私はね、やっぱりインターネットビジネスに出会ってから、ビジネスが私を自由にしてくれたっていうキャッチコピーをね、最初速稼塾でやってたんで、これ結構受けたんですけども、ビジネスがなければ自由になれないんだったら、やっぱりビジネスに支配されてるなというふうな、ちょっとね、ひねくれた考え方も同時に持ってて、今ビジネスがなくても、何に依存しなくても自分が自由であることっていうのはね、生きる上での大前提かと思うんですよ。自由ね、その自由がもしあるんだったら、他のものは私何もいらないというふうに繰り返し繰り返しね、決めてるんですよね。それを子供にも伝えていきたいなと思います。という感じでね、私の詭弁っていうのは、もうね、どこまで行っても詐欺師的でしょ。もう何を考えてるのか分かんないですし、それから私はね、昨日まで確信を持って思ってたことが、今日には考えが変わるってこともいつも受け入れてるんですよ。新しい情報とか新しい時間が経てば、なんか自己否定なんですけどもね、今までの自分の人生が間違ってたってことにいつでも気づけるような自分でいようと思うんですよ。まあそんな感じで、久保哲郎は詐欺師というね、今回の動画の方をちょっと終わらせていただこうかと思います。それではいってらっしゃい。